皆さんこんにちは、森江です。今日はニベアと100均の12色アイシャドウパレットを使ってクリームアイシャドウを作っていきたいと思います。そして今回主役になるニベア、こちらも100円で買ってきました。クリームアイシャドウを作った時の容器も忘れないで用意してください。他に用意をするものはスプーンや用紙を用意して彫っていく感じでアイシャドウを砕いていきます。そしてアイシャドウパレットのあのクリアのこんな感じの入れ物があったので、まあ何でもいいので入れ物を使って試して砕いてみてください。結構アイシャドウ崩れやすいので細かく端っこからぐちゃ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 っと砕いていってみてください。早速砕いていきましょう。今はブラックをやってまんべんなくこんな感じでポロポロポロっとなるように砕いていってます。この全部12色同じ工程を繰り返します。そして半分ぐらい砕き切ったら、早速ニベアを混ぜていきましょう。コツはアイシャドウ1に対してニベアも1の割合、1対1の割合で混ぜていくと綺麗にベタベタとなりすぎずにいい発色といい伸びになるのかなと思いました。混ぜてみるとね、わかると思うんですけど、砕き切ってない粒子が出てきたりとかするので、こうしてベタっと最後にやって潰すような感じで混ぜていくと綺麗に混ざると思います。一旦こんな感じで両サイド6色分の混ぜが終わったので、発色を見ていきましょう。やっぱりニベアの保湿力半端ないなと思いました。もう伸びも発色もすごく良くて、100均のクリームアイシャドウとかって伸びがあんまり良くなかったりとかっていうのがあったんですけれども、ニベアを加えることで保湿力も高まって、すごく伸びがよく発色してくれて満足です。それでは残りのこっちの6色をやっていきたいと思います。やり方はさっきと同じなんですけど、やっぱり真ん中になってくるのでちょっと汚くなってしまったりするので、そういうところはスプーンとかでこんな感じで取ってもらって、パレットの汚れがあまり気にならないという方は全然用紙だけでも大丈夫です。こんな感じで全部砕き終わりました。だけど私はね、ちょっと気になっちゃうので、後で払っておきました。そして次の工程は普通に混ぜるだけなので、前の工程と同じ工程を繰り返してください。はい、そして他の色も出来上がりました。超綺麗に発色してくれてます。もちろん元の色もすごく綺麗なんですけど、やっぱりニベアとかクリームを加えることでこんなに色が変わるんだなと思いました。クリームアイシャドウのいいところって、やっぱりアイシャドウだけでは伸びきらないアイホールの部分だったりとかにも使えたりとか、あとはこのクリームアイシャドウってクリームチークとかにも使えるかなと思ったので、このボルドーの色とかすごい綺麗ですよね。発色がめっちゃ綺麗なので愛用したいと思います。そして応用編なんですけれども、こういうね、ラメとかを入れて作ってみるのもありかなと思います。ラメとかを入れるとね、より一層豪華になってパーティーメイクとかにも使えるんじゃないかなと思います。結構高いアイシャドウに見えますよね。そして私が作ってみたのはこの3色でございます。結構もうほんとこの色は全部気に入って、ピンクとあとミントグリーンっていうのかな、なんか水色ではない色ですね。であとボルドーになります。
このミントグリーンめっちゃ綺麗でキキララみたいな感じで、なんかいい組み合わせですよね。めっちゃ使えるかなと思って作ってみました。発色をまた見ていきましょう。ほらめっちゃ伸びるんだよ。すごくない？こんなに伸びるんですよ。もうめっちゃお気に入りです。あとはこれにしまって終わりになります。この3個のクリームケースどこに置こうかなと思ったんですけど、私は100均で買ってきたこのユニコーンのタッパに入れて収納しています。こんな感じで可愛く収納できて、可愛く発色もいいクリームアイシャドウが完成いたしました。それでは皆さん、せーの、おつわり。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンと過去の動画はこちらに出しておきます。 Twitter、Instagram、LINE ライブのフォローもよろしくお願いいたします。森有でした。バイバーイ。